ジャン君、全然怖がりません。怖くないの？はい、黒犬仕様として鹿のお面買いました。届きました。計算ミスだいぶあります。まずここが猫のような、生地っぽい感じではなくてラバーです。ゴムのね感じです。こっちはすごくなんかいい感じの質感なんだけど、こっちまあゴムっぽい感じかな。匂いはそんなにしないんだけど、見た目は悪くないです。ただね歌が歌えません。こもっちゃいます。ということでこうやって歌うことになります。まあいいか、なんとなく雰囲気ということでね、これかけないと歌歌えないのでいいかな。こんな感じだ、ちょっと髪の毛ぐさぐさしてるけど、こんな感じで。まあでも横から見ると鹿ってこんな感じだよね。鼻こうやって出ててね。そうね。じゃあこれでいきます。はい、ジャン君。なんだ、変なことしてるねっていうジャン君でした。はい、マオイママさんは顔全部隠れちゃいます。怖い、ジャン君そして見てくれない。こんだけ隠れると馬だね。馬、あの角の生えた、まあでも鹿って馬の一種か。そうでもない、鹿はどっちかっていうと牛系の、牛目とかかな、はあ、どうだろう、鹿目ってあるのかな、まあ、リアルはリアルなので、はあ、これは使う、あのまあなんで出落ちというかね、みんなが見てえって思うというところでは使えると思います、はあ。うん、ちゃんも甘いの来たらいいな。ぽんちゃん、ぽんちゃんそこあったかいな。ぽんちゃん、あったかいな。ぽんちゃん、なんかちゃんが甘えてるよ、ぽんちゃん。ぽんちゃん甘えてるよ。はい、大成功。
カメラに映んなかったか。